荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい、そう考えております。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。ご容体いかがですか、元幹事長。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前に、あなたはどうなんです。偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか。あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを塗ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが1年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。青二歳が。青二歳ね。覚えていますか、10年前私が初めて政界に進出した区議選のこと。民事党の推薦を希望する私をあんたは罵って、ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。もちろん民事党の公認候補として。どんな気分ですか、現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。おっと、長話が過ぎましたか。元幹事長、ぜひ長生きしてくださいよ。私は心からそう思っているんですから。きれいに再開発された偉人町が完成した暁にはその目で見ていただきたいので、そしてその時の元幹事長の顔を私もこの目で見たいので。
ここが春日君たちのアジト？なあ、遠慮することはねえ。くつろいでくれ。うん、まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば。どいつもこいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて。ちゃんと難波さんの許可をいただきましたよ。半順儀から止めてくれなんて頼まれたら俺の立場的にも断れねえだろ。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの？現在監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半順儀はともかく、蝶までここに引っ越してくることはねえだろう。引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来るか？人が集まる場所には情報も集まります。ここを有意義に活用していきましょう。情報か。その後ブリーチジャパンの方は？あんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか？警察？春日君ニュース見てないの？そういやここんとこ見てねえな。コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町、いや日本中で株を上げたよ。はあ？テレビも新聞も報道はこう。警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュル、そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパンってね。そんなの随分偏った言い方だな。それだけじゃありませんよ。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡したと。小笠原が死んだ？どういうことだ。俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろ。そうよ、あいつ近江連合に助け出されてまんまと逃げたはずよ。ってことはまさか。そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。正義のために殉死した革命の英雄に仕立て上げられてね。革命の英雄？なんだいそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男。始末しなきゃいけなかったわけでしょ。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死って演出のおまけ付きってこと。くそ、敵ながらいちいち完璧な連中だぜ。どうしますか。今から警察に行って小笠原を拉致していたことを話してみますか。無駄だな。警察は真淵の息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。全てはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に。わかる。でも完璧って言ったってよ。ブリーチジャパンの連中がコミジュルに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかよ。そこは結果論ってやつかな。確かに不法侵入だけど、今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね。警察も検挙しようがない。このままだとコミジュルもハンピン・リューマンも偉人町に居場所がなくなることは間違いありません。そして我々に味方しかくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば早々に相談された方がよろしいかと。いや、俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡？
荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って？これ以上はまだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。そうですか。しかしその荒川真澄は春日さんを撃った張本人なのでは？おやっさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすために撃つとはどういうこと？まあその話は長くなるから今度酒でも飲みながらやろう。とりあえず張も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。この先いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。賛成。開けてみるか。やったぜ。さあ、今日も一丁頑張りますか。よっしゃ、営業開始だ。ジャニーが稼ぐとするかの。ラッキーじゃ。いいね。まだまだ若いのに負けんぞ。うまくいったな。
今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな株価アップだ。よっしゃ、営業開始だ。じゃあね、稼ぐとするかの。計算。さっきでしたね。ついてないな。まだまだ若いもんには負けんぞ。予定通りだな。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。株価アップだ。株主総会が近いです。やってやるよ。おう、任せて。光栄です、社長。いいカリキュラムでしたね。やってやるよ。任せてくれよ。了解しました。よっしゃ、営業開始だ。ジャニーさんコスコ開始。ラッキーじゃ。計算なく。ラッキー。ひどいよ。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。株価アップだ。株主総会がやってきました。頑張るぜ。おう、任せとけ。
よろしくお願いします。お手伝いいたします。ますます頑張って嬉しいね。ありがとうございます。いやー嬉しいです。勉強になりました。ますます頑張るぜ社長。実力アップだ。よろしく頼むぞ。やってやるよ。嬉しい。ますます頑張るぜ社長。勉強になったよ。嬉しいね。実力アップ。お世話になりました。よっしゃ、任せとけ。株主総会行くぞ。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑を。の基礎が来ました。この程度で満足。聞いてください。僕は大物ですか。信頼してやろう。この程度で質問したね。いや待ってください。聞いてください。いや待ってください。ちゃんと考えてください。もう言うことはねえよ。ご質問のある株主の方は、はい、挙手をお願いいたします。すみませんでした。ご質問のある株主の方、お笑いだったら考えていただきます。ちょっと考えてみろ。聞いていただけますか。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。聞いてください。僕は大物でした。私は大物でした。おい、すみませんでした。この程度で失望したら。ちゃんと考えてください。聞いてください。一理あるな。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。ご質問のある方、すみませんでした。この程度とちゃんと考えてください。もう言うことはねえよ。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは最高の株主と株価を大幅アップ。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。